てきた、クレーンゲーム動画配信、毎日ゆっくりクレゲ実況。今日は大手ゲーセンの縦向き橋渡し台で、ボトル入りアッターメンを狙います。ここのゲーセン名物の景品と、設定だな。アッターメンは、動画編集のお供にぴったりのお菓子だから、家にこれ一本は置いておきたいのよね。動画編集中だと食べにくそうだけど、どうやって食べてるんだ？紙皿に入れて、プラスプーンでちまちま食べるから、大丈夫よ。なるほど、その手があったか。でも紙皿も汚れないから、後片付けも楽でいいのよね。食べたい分だけ取り出せるし、そう考えると便利だな。まあ、まずは、ゲットしないと始まらないんだけどね。これだけアームパワーが強かったら、一つゲットするくらい余裕だろ。立ってる状態から倒した後に、橋の幅の広いところに少しでも、はまれば簡単に取れるわね。それプラス、斜め向きに倒れてくれたら、縦向きにしやすいんだけどな。それはそうだけど、最悪横向きでも、クレーン降下時のねじれを利用して無理やり、縦向きに近づけるだけよ。おお、だいぶ遊び慣れてるな。この形になったら、もうこっちのものね。重い方が橋の間にはまってたから、上半分を持ち上げてゲットできたな。一つは取れたけど、せっかく、だから横になってるのをもう一つ、取ろうかしら。右奥のボトルが邪魔で、底面を右に転がせないから、左に転がすしかないな。運よく一気に左側に転がせたわ。あとはまた、ボトルを縦向きにしていく地道な作業だな。一旦橋の上で縦に向けてから、左に転がしてはめようっと。一つ目と同じで、いい感じに底面が橋の間にはまったな。下の方を左に寄せるか迷ったけど、底面を右にずらせば重さで落とせそうね。